前を向く。後ろから山田のクロス、シュートに行く、決まった。渡瀬瑠奈が決めました。開始1分経っていません。いやこれはね、まあ、山田選手のクロスもそんなにドンピシャっていうよりも、はい、まあ、セルマ選手にとっては若干難しかったと思うんですけど、放物線の描き方は、いや素晴らしかったですね。まあ、結局シュート その軌道ですね。これもほぼバックヘッドということですね、はい、自分の背中方向に流し込むようなヘディング。前節アディショナルタイムで劇